皆さんこんばんは、 MK です。今回は私が星のカービィトリプルデラックスの実況で感じた難しかったボストップ5発表していきたいと思います。まだ私の星のカービィトリプルデラックスの実況を見ていないという方は概要欄の方に再生リストを貼っておくので、ぜひそちらの方からご覧ください。それでは早速やっていきましょう。はい、デデデ大王とタランザがいて、こんにちは。うわお前何やってんだよ。うわ私のせいにされた。私投げてないからね。もう勘違いしてるよ絶対。タランザが投げました。待って、どこ行くの。こっちに来て、はい、こう来て、このねキックが強い、稲妻キックみたいなのが強すぎる。待って、どこ向くの、何するの、教えて、先に教えて。それか、上にいる分には大丈夫。ウォルゲロム完全にカエルですね。はい、こっちに来た、こっちに来た。ここでびっくりするな。何そのヨッシーみたいな攻撃。はい、アッパーからのキック素晴らしい。ファイターが強すぎる。いやもうなんだろう、格闘王とかも結局ストーンが最強だけどファイターも強いよね。出た出た、危ないって。そういえばこの間やったカービィウィーって何でクリアしたっけ、新格闘王。おー危ないって。トリデラも新格闘王あるんでしたっけ、確かあるよね。ファイター返して、ファイターを返して、オッケーオッケーオッケー。これでハイキックを繰り返して、今あんまり食らわないな。どうなるの、アップになったよ。どこ行った、なんか違う攻撃してくるよ。何、はい火山にセットされて、何ですか、なんか来た、なんか来た。マリオにもこんなのいますよね。めっちゃでかかった、思ったよりでかい。これ真ん中、ど真ん中、ど真ん中にいれば助かるんですか、ありがとう。次は何何何何、どこにいれば助かるの、端っこ、間に合わないって。上か、よかった直前に気づいて。はい、こっちに来たの、アッパーからのキック、キックめっちゃ強い。なんだその壁にくっつけんの、あんたヨッシーさんでも壁キックできないというのに。これで、はい下に行って、待て何、いちいち逃げないでくんない、時間かかるんですけど。その分、はいキック危ない、ちょっと食らってしまいましたが、待って、そういうの好きだよねカービィの敵、その下一直線みたいな攻撃、めちゃくちゃ既視感があるんですが。また投げてる、こっちおいでよ。それ自分で食らわないんか、なんで。そろそろラストだ、頑張れ頑張れ。オッケー、ファイターが優秀すぎる。すんごい後ろでニョロニョロ言っていますが、こっち来る、来たー、とんでもなく俊敏に動くじゃないですか。そして色がついて真っ金金だ、ドグロガラーが。待って待って、何何何何何何何、それストーン、ストーンだったらちょっと欲しいんですけど。これリーフで攻撃してきて、危ない、あなるほど、そのヘビのニョロニョロの間にいれば当たらないのね。これで、はい攻撃していく、結構食らってますねすでに。待て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 、危ない危ない危ない、これガードしてた方がいい。そうそうそう、リーフのガードはね無敵なんですよ。半分いった、早くも半分食らわせましたが、こっから難しい感じ。危ないって、これガードしておきましょう。オッケー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 。そう、 MK さん全然ガード使わないよねっていうコメントが結構あるんですけど、忘れちゃうんだよねカービィにガードがあるってこと。おーおーおー、危ない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 、顔が来る、最後顔が来るんで、これを攻撃して、オッケー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 、いいぞいいぞ、この調子でどんどん攻撃していきましょう。この攻撃方法で合ってますか、危ない。とりあえずこれで、危機を免れた。待って、戻ってくる、戻ってくる感じ、どっから降ってきますか。そこ顔だけ出してたら危ないよ君。いい、急に来るやん、待って捕まった、めっちゃ噛まれた。なに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 、大丈夫カービィ、リーフが、リーフ返して、オッケー、これを食べて、ちょっと待って、ガードしておこう一応、何が来るか分かんないから。うーわ、これはちょっと嫌な位置に来て、やめてやめてください。こっち来る、はいこっち来たところを攻撃していく、来た、オッケー。あんまり強くなかったかな。おー、すんごいでかいハンマー持ってる。危ないって、もういきなりやめて。ジャンプしてもらって、ベルカービィ、はい、吸い込んで、このダッシュバカ、ダッシュ攻撃を、うん、使って、この飛び道具みたいなので戦おうか。これなら、ちょっと、あ、まあ、ない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 、やめてやめて。ジャンプする？ジャンプするねー。これよく見ると、タランザに糸で操られてるな、こいつ。上に、待って、危ない、バカ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 。いや、待って待って、めっちゃ危ない、めっちゃ危ない。ここなら大丈夫、あ、ここなら大丈夫じゃん。なんだ、やむないって、もう、ベルカービィを使いこなせていなすぎる。あーばばんばん、オッケー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 、いけるぞ。この、これが強い、これが。
これめ、あ、やばいやばい。嘘でしょ。めっちゃ食らってるけど、この時点で。よしよし、避けてる。うまく当たる?うまく当たんないんだよね、これ。ダッシュ中は無敵は危ないな。ちょっと攻撃パターンを全く把握できていないんですけど、オッケー。最後がめちゃくちゃ地味でしたね、今。なんとか倒しました。何?まだやる気か?タランザ、そんな酷使しないで、デデデを。マスクが半分壊れちゃっていますが、色が変わった。何?うわ、それは卑怯だろうが。え?待って、うわー。それは卑怯だって、お前ハンマーだろうが、いつも。マスクとデデデリベンジ。やばい。待って、もう体力がもう半分以下なんです。これ使っちゃおうか。ちょっと待って。ベルカービィで来たのが間違いだった気がする。ベルカービィ弱すぎ説が浮上していますけど、何?いった。やばい。これはこれで入っといて、これは吸い込む。オッケー。なんとか勝ちたい。一回、これ回復入るかな?待って、何?これ、あれ、ガードがさ、確か無敵だよね。オッケー。これで、あぶばば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 ば。このベルカービィのガードはうまく使っていきましょう。何?これで、はい、攻撃して。いいね。わかった。ガードを使えるのはめちゃくちゃでかいぞ。無敵ガードがあるんだそうだ。それだけでも、ああ、やべ。それだけでもベルを持ってきた価値はありますね。吸い込んで、この飛び道具で攻撃、嘘でしょ?いきなりやめてそういうの。何する気だ。とりあえずガードしとこう。ガードしとけば間違いない。わかんない攻撃はガードだ。はい、そのタランザの弾をどんどん跳ね返していく。オッケー。もうちょっとだ。何?最後なんかやろうとしてるあの人。危ない。あとちょっとなんです。やば。ガード強。オッケー。ガードで勝ってるみたいな節はありますが。いや、いけるっしょ。もう行くしかないよ、本当に。これで倒せなかったら、マジでファイターとかどっかから持ってくるしかないわ。ファイターとかストーンとか持ってきて、時間かけて倒すしかありません。ここ、危ない。本当危ない。ここで溜めといて、やばいって。でもそういうこと。私がやりたいのはそういうこと。ここで溜めといて、セクトニアが出てきたら撃つ。お、いいんじゃない?オッケー。やばい、来る。攻撃パターンを把握してないんだよな。はい、で、ここで溜めといて、セクトニアが出てきたら撃っていく。嘘でしょ?そんな綺麗に避けられることある?やばい。おっと、ギリギリセーフ。今のは食らってもおかしくなかったですが、さっきと全然、素早さが違うな。ベルだと、ここまで来るのにめちゃくちゃ時間かかったんですけど、スナイパーだと一瞬でしたね。案外いける。ただ問題はスナイパーをなくした時にやばいってこと。こっちだと、食らってコピー能力の星がそっちに落ちちゃうっていうのがあり得るんで、それだけはマジで気をつけていきましょう。やられるとしても、こういうこと。危ないんだって。これ空中にいれば大丈夫とか、そういうのな、危ないって本当に。スナイパーなくした時がマジで私終わりだから。マックスまで貯めて撃っていく。キミラを倒す。オッケー。危な。こっち来て。待って、こっち来ないとズルだからね。まず。同じ平面上にいないとズルですよ。そこ撃って。オッケー。いけるぞ。ちょっと私をさ、あっちに返してくれない?こっち、大丈夫?ああ、そう。こっちに返してもらえればなんとかなるわ。デデデのお腹でちょっと着地、ガードしておく?やばい。これどうやって受ければ?あぶね。その、なんか掛け分子みたいなのやめて、本当に。ああ、走ってれば大丈夫説を。オッケー、そういうことだ。で、ここで、はい、またマックスまで貯めて出てきたところで撃っていく。その金色の羽がめちゃくちゃ美しい。めちゃくちゃ、空宇宙一の美貌ですわ。神々なんだよな。もう実況ギリギリ危ないよ。まあ、上は効いてない。上はズルだって。ほい、オッケー。終わり?終わった?これで最後か?セクトニアがやられて、爆発する?いけるか?うわー、やられたー。いきます。これが本当の最後かと。そして伝説の BGM ですね。この BGM めちゃくちゃ人気あるからな。はい、で、高校杯行きましょう。おお、なに、ああ、そういうことね。ワープするのね、君たちは。やばい。まずはこいつらを攻撃していく。もうワールドツリーと一体化してるからさ。どこでももうお前のあれなんだな。攻撃判定に入ってんだな。はい、ここ攻撃していく。いいぞ。このキックでダメージを与えていきたい。よし。いや、BGM が素晴らしすぎる、本当に。なになに
なんだっけなんだっけ、おお、そっちへワープされた。はいはい、ここはい、こう行って、やばいやばいやばい、このなんか美しいかつかっこいいかつ奇妙かつみたいな、この BGM がほんと半端ねえわ。危なかった今、落ちたかと思った。はい、アッパーで決めていく。アッパー中は無敵ですから。ここ来るよね。はい、アッパーで。うわ、だここ落ちないようにだけ気をつけよ、本当に。カービィさん、さっきからちょっと落ちそうになって、あ、待って、ファイター、バカ。やっちまった。はい、ここもまた吸い込んで吐いていく。いいぞ、いいぞ、いいぞ。案外いける、案外いける。今度は何？今度は何？何をするつもりだ？上にいれば大丈夫？上に、上にいれば大丈夫？何ね、どこどこどこ。やべ、やべ、やべ。今度は、今度は？今度はそっち？あ、方向、怖いって。やばすぎ、やばすぎ、本当に。待て待て、その星が欲しかったな。その星、うわわ、やばいやばい。なに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 、今度は何、今度は何、あ、それ、うーわ。星いる間少なすぎない？やばいやばい。本当にやばい。本当にやばい。ここで負けるわけにはいかないんだ。この BGM で負けるわけにはいかないんだ。なになになにする、なにする、なにする、おーっと、これ思いっきり吸い込んだぞ。いけるぞ。こっち来いよ。こっち来いよ。こっち来ないとダメなんだって、こっち来ないと。ガードしかねえっす。で、ここも、はい、やばい。吸い込めれば、バカバカ、もうガードしかねえんだって。ガードするしかなかった。で、こう来て、オッケー！行ったの？終わったか？こいつをなんとか止めないと。もう暴走しちゃってるから。なになに？吸い込めばいいの？吸い込めばいい？あー、待って、違う。おーっと、上からなんか、種が、種爆弾がめっちゃ来てる。うわわ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 わ、やばい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 。今のを吸い込むべきだったんだろうな。わかりました、わかりました。次からはパターン、完全に理解しましたんで。はい、で、こっちから来ました。で、これをビッグバンで吸い込む。いけ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 。おー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 、全部吸い込めた。で、なんだ、 あいつに打ち返すのか。こいつに打ち返す。いけい。で、打ち返って爆発。いいぞいいぞいいぞ、この調子だ。ただクイーンセクトニアにダメージは入ってないですよ、思いっきり。今度は何ですか。これ吸い込める、吸い込めます。おお、いけた。3体に減った。いけるぞいけるぞ。これなんだ。あー、なるほど、打てばいいのか。落ち着け落ち着け落ち着け。ここに打って、はい、オッケー。なんとか1個花を倒しました。1個倒した判定、今のは2個倒した判定、1個倒した判定なんですね。わかりました。これを繰り返してなんとかクインセクトニアにとどめを刺しましょう。いや、最後はやっぱりビッグバンだよね、トリプルデラックスは。後ろですか、前ですか。後ろ、後ろだ。まあまあ後ろだよね、ここまで来たら。はい、で、次決めましょう。次さえ決まればラストセクトニアに攻撃するタイミングが来ると思います。ここはい、一回避けたらもう一回来るんだな。はい、もう一回避けて、ここを吸い込んでいく。素晴らしい。ちょっと撃った瞬間に移動しないにかけますか。この辺に来た瞬間に撃ちたい。もうランダムじゃんだ。あ、いけた、これでいける。 OK、 いけましたいけました。ラスト一つ。最後はもうバリア張れないでしょ。セクトニアに直接ぶつけることができると。なになになに、そっちから来る。なになに、おー、いけ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 。あ、ガチャ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 、全部吸い込める。ビッグバンの能力でなんとかセクトニアの光線を全部吸い込むんだ。いけるぞ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 。あとちょっと、よーしよし。おーおー、ステージも、その体力バーも全部吸い込んでる。ビッグバンカービィはこの演出が面白いよね。なんだ、いけいけ、ビッグバンカービィ、それ吐いちまえ。いけ、よーし。おー、今まで吸い込んだものが全部出てきた。セクトニアがちっちゃくなっていく。今度こそとはなる眠りにつかせてあげる。待って、こい、待って、マジガチ、待って、わか、俺攻撃パターン分かってねえわ、こいつ。落ち着け。あー、ばばばばばばば。攻撃パターン分かってない。それやめよう、本当に。ストーンで防ぎながら戦うのが一番いいと思います。かっこよ、セクトニアソウル。マジかっこいいよね、これ。元のセクトニアを知ってるから、このセクトニアソウルの色がかっこよ。何それ。そう、お前もなんだ、ダークマター族的な話なの？これって違うよね。もう乗り移られすぎて、もうおかしくなっちゃってるっていうだけだと思いますが、ヘドロ爆弾だもんな、完全に。ローアの姿で防いでいく。来いよ、早くこっちに。早くこっち来いよ。またそれか。あー、出た。それ出してくやつね。出してく。うわ、一発でやられねえ、こいつ強すぎ。セクトニアソウルちゃん、早、あー、それね。それでも攻撃判定あるんだよな、実は。実はそのツタにね、攻撃判定があるので、積極的に狙っていきたいところではあるんですが、ちょっと怖いよね。ちょっと怖いから時間かけて、これで倒していきましょう。待て待て、ここはい、怖い、そうなんだよ、これ攻撃判定あるんだよ。なんですけど、落ち着け落ち着け。はい、でここもギリギリで、ギリギリでストーンになれば、ギリギリでストーンになれば攻撃判定が生きるでしょう。 OK。 ただもう一回ね、解除するのは怖い。そっか、セクトニアソウルってこれ第二形態あったか、忘れてた俺。あったんか。なんかそれだけで飛ぶと、もう本当にどれが本物なのかって感じだよね。ワールドツリーに寄生したんじゃなかったんかい、お前は。
でこれでまたそいつらを倒してもらって、いやもうねほんと美を追い求めすぎて見にくくなっていくみたいな、なんかセクトニアの設定的にはかなり面白いところなんですが、スターライズも確かにめっちゃ面白いし、過去作、まあ、ウルトラスーパーデラックスとかも夢の地面デラックスとかも私は大好きなんですが、待ってこれ地面なくなるとかじゃないよね、それは大丈夫だよね、それやめて本当に、地面なくなるとだけは勘弁。何その攻撃、そんな攻撃あったっけ、何それ、誰が避けれるのその攻撃は、何何まだやる、もうどこ行ったセクトニア、それ本体ですか、もうこれストーンじゃない、ない人はどうやって避けるんでしょうか、これは。はい、これも避けて、このカービィのストーンの状態の、なんだろう、笑顔がまた眩しいですが、カービィの好きな BGM 選手権みたいなやつでもよくこの、あの強化水月か、あのセクトニア最終戦の BGM と、あのロボボの第一形態、あの星の夢第一形態の VS スタードリーム、あの辺がよく名前として上がるとは思うんですが、落ち着け、この辺でバン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 、カービィ B もでも、あ、クラウンドもそうか、カービィ B も結構ね有名 BGM というか、あの人気 BGM は多いっすよね。 OK 倒した、なんかセクトニアソウル倒しながら雑談ばっかしちゃったな、ごめんなさいねセクトニアソウルさん。はい、ということでトップ5発表してきましたが、いかがでしたでしょうか。皆さんの中のランキングや難しかったボスがあればぜひコメント欄の方に書いていってください。そしてまだ私の星のカービィトリプルデラックスの実況を見ていないという方は概要欄の方に再生リストを貼っておくので、ぜひチャンネル登録をしてそちらの方もご覧ください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。